はい、というわけでございまして、いっぱいいっぱい来ております。じゅんちゃんからもいただいております。11日深夜1時からのゴールナイト日本で SKE48 の松井玲奈さんが8月いっぱいで卒業を発表しました。 SKE 不安に深夜激震が走り、多くの不安が眠れなくなってしまいました。8月の卒業までに名古屋でのコンサートや現在発表されている握手会とは別にイベントも計画しているそうです。卒業までにもう一度聞けばにゲストに来てほしいなと思います、ということでね、ワンツースリーフォー洋食さんからもいただいておりまして、やっぱりもう卒業するということでダブル祭りというわけにこれからいかなくなるし、はい、SKE というのはどうだろうということですが、まあ、この間の総選挙に出ていなかったということが、はい、一つの暗示があったであろうと、そしてあの結果を見て皆さん分かると思いますけれども、はい、野球はドラゴンズ、そして応援は SKE という私にとりましてはですね地元やから、はい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 、あのベスト100の中に一体どこが一番たくさん入ったかといえば、はい、SKE が一番たくさん入ってました。そう、はい、すごい検討してましたもんね。ということは私の役目は終わったんではないだろうかと、一期生であるところのでそれを見届けまして、後輩にも託せるなと、託せるぞということであったのかなというふうにも、まあ想像ですが思うわけですけどもね。でもファンとしてはちょっとショックですよね。はい、クリスタル金太さんからもいただいております。まあ SKE を引っ張ってきたというような言葉も書いてあります。サイパラさんからもいただいておりますが、パレオエメラルド、これは紅白初出場で歌った曲ということですね、はい、紅白なんかももう本当にね、うんうん、最初は後ろの方で踊ってただけだったが、ダーッとこのようにね、はい、全部がこう出てきてというような形。ガマゴジンさんからもいただいておりましたけれども、ボトルが思い出さんからもいただいておりました、うん、あの観覧車のあるビルに出入りしていた時期があって、地下駐車場に続くスロープを集団で降りてくる元気な少女というよりはちびっこ集団、あれから行く清掃元気で挨拶していた少女も23歳か、小高さんと同じ年になったなという。そうね。ってやな。はい。はい、半田の山ちゃんからもやっぱりそういうことでね、皆さんずっとこう歴史を見てるような感じですよね、うん、ラジパラ母さんからもいただいております。ヤッターマン小林さんからも、これ中日に井端がいなくなったようなもんやないか、さっきやっぱどうしても地元ですからこういう表現になりますね。さっきの話がね、ずんだもちさんからもいただいております。今後は女優で行くんだということらしいですね。友和さんからもいただいておりました。さらに港のチェイさんからもいただいておりまして、ね、ギフトの映画なんかでも彼女演技光ってましたということですね、うん、他局ではありますが名鉄電車を舞台にしたドラマとしてもなんか出ておりましたという、まあこういう話が出たのはついでですけれども、彼女は、はい、鉄道ファンなんですよね。あ、結構な、はいはい、はい、ひろにゃんアットマーク、私も鉄道ファンさん、まあとにかく鉄道が大好きで、これ有名な話で JTB のですね時刻表にも登場する機会もありましたし、というやっぱ鉄道ファンにとってもですね、はい、あ、応援するぞという気持ちがあるようでございます。緑のビニール傘さんからもね、あのもう1年間乃木坂でも兼任してましたしとね、はい、東京でもやっぱり多く出演してましたもんね、うん、神崎凛さんからも、夢虎さんからもいただいております。畳さんからもいただいております。8月いっぱいゴールドしっぽさん、そして、まこちゃんからもいただいておりました。まあこの間の総選挙に次いでまたこういうような話もあったということで、この間の選挙の時の番組がなんかバタバタやったという話もなんかいろいろコマーシャル、はい、なんであそこに入るいうような、なんかいろいろこう反響があるみたいですけど、本当どうやろう、まあそれも話題ということで、ね、話題ですかね、はい、ほんのこれまだ一部でいっぱいまだいただいておりました。